こんにちは、井上です。今日は効率化するなら無料に気をつけようという話をしようかなと思います。まあ、効率化で考えたときに無料の罠っていうのがあるので、これは気をつけなきゃいけないなぁと日々思ってますし、それをお勧めしています。まあ、無料には2つあって、無料で利用すると、無料で、利用、ご利用いただくと、まあ、そういった2つの側面がありますで。無料で利用するっていうのも、じゃあ無料だから、 やろうかとかと無料だから参加しようかとか、無料だから話聞いてみようかとか、そういうことをやってると時間を失ってしまうと。お金はかからないんですけども、時間は奪われてしまうので気をつけなきゃいけないなと。無料セミナーなんかもちょっと気をつけなきゃいけないとこではありますよね。まあ、YouTube もそうです。<laughs> YouTube も無料だからといってずっと見てたら時間を失いますしで、無料のゲームなんかもそうですし、無料のテレビなんかもそうですよね。まあ、そういったものもの ねまあ、ネット自体もそうなんですけども、重々気をつけなきゃいけないと。で、私がまあ気をつけてることの一つとして、飛行機の中の機内サービスって、私を受けないようにしてるんですよね。結構あれ、手間かかるなと。で、じゃあ、注文を聞かれると。で、注文を聞かれて、それを答えると。で、コーヒーだとミルクと砂糖っていうのを聞かれたりとか、まあ、その注、注文コ、コーヒーっていうときに、ミルク、砂糖なしで。 なしでお願いしますって言えばいいんですけども、まあ、そういった手間もあるとで受け取る手間もあるし飲んだ後のその紙コップを回収してもらうまでの手間っていうのもありますよねあれって結構この狭いテーブルの上で例えばパソコンを開いて仕事してたら邪魔になるかなと思いますしまあその間ずっと持ってればいいんでしょうけども持ってたりまあ呼んで、うん 回収してもらったりっていうのをやればいいんでしょうけどもまあそれも結構手間かかるなとか思うんですよねでなおかつ何かちょっと喉が渇いて何か飲みたいなと思うそのモヤモヤするっていうのも手間ですし何かあれって前の方からなり後ろの方から <laughs> 近,近づいてきてでそれをなんかもぞもぞ待つっていうのもなんかそういうのも無駄かなと思うのである時から私はもう受けるのをやめました そうすると、普通にの自分でドリンク準備してればいいわけですし、コーヒーなり水なりを準備しておけばいいわけなので、えー、もしその飲み物を聞かれたとしても、まあ、こんな感じで、まあ、結構ですという感じで出す言えばいいかなと思いますで。私はだいたいイヤホンしてるんで、 注文したりするときにそのイヤホンをちょっと気にしなきゃいけないというのも非効率ではあるんで、手,手とちょっとミコ,ミコッとして結構ですみたいな感じにすればいいかなと思ってそうしてます。だからそういうものも無料だからといって受けないとか、試供品だから受けないとかあ、受け取らないとか、そういうのは効率化の上で大事かなと思います。で次はまあ無料で仕事を受けるということで、まあ、これも じゃあその次の仕事につながるからとか今後の仕事につながるかもしれないということで無料をするっていうのはまあありといえばありなんですけどもあんまりそれをやりすぎるとじゃあ1日にアポが5件あってでそのうちのどれも決まらないとか5件のうち1件だけ決まるとかなんかそういうものだと時間って結構失われるかなと思いますでもちろんですね高額の商品を売っていらっしゃるんでしたらそれでもいいかなと思うんです保険ですとか不動産ですとかですね 今ちょっと保険の切り替えをしてるんですけども、まあ、もう昨日来ていただいたんですけども、もう2回目ですもんね。で、1回目、2回目、で、今度また3回目も来ていただくんですよね。3回目もその書類の、書類の確認ですとか、チェックですとか、そういうのがあって、で、まあ、それはやっぱ保険という商品が、金額が大きくて、で、その無料の期間を使ったとして、無料のことをやったとしても、 呃、ペイできるからではあると思うんですよね。不動産なんかもそうかなと思うんですよ。不動産会社の方も結構よく来てくださいますし、内見に付き合っていただいたりとか、結構無料の期間って長いかなと思います。まあ、ただ、買っていただければ、それで、それを もうはるかにペイでできますんでで10件やって、まあ、どのぐらいの割合かなんですけどもそういうことを10件や,やりつつ、うん、そのうち、まあ、3件でも決まれば全然ペイできるみたいなそういう金額であればいいんじゃないかなと思うんですけどもそうじゃない場合ですよね、まあ、私もどああ私もそんな不動産や保険のぐらいの高額な商品というわけではないので、まあ、なかなか無料に咲くっていうことはできない。 いうことではありますじゃあ無料はダメだと言いつつなんか無料のことやってんじゃんとか思われるかもしれませんよねこの YouTube もそうだし、まあ、YouTube は無料ではないですけども,も収入が売り上げが立ってるわけなんですけども、まあ、そんなに十分なんていうわけでもないんで、まあ、どちらかというとその売り上げとしては少ない方ではありますよね YouTube だったりブログだったり無料メルマガだったりっていうのをやってるのがあるんですけどもまあ こういった発信というのはそれをやることによって、まあ、無料お金はすぐには入ってくるものではないんですけども、まあ、それによって自分がこ、まあ、何かネタ集めをするなりでそれを発信することによって自分の考え方で知識スキルなどを整理するなりそういったメリットもあるので、まあ、お金以外のものを得てると考えてはいるんですよ、ね。よ 単純にその商談、まあ、商談もやることによってあの経験を積んでっていうのはあるかもしれませんけども、まあ、そ,のそれ自体で商談だけだと、そこで空振ってしまったら終わりっていうのはありますので、そういった純然たる無料提供、純然たる無料といってもあれなんですけど、純善たる無料提供というのはやらないようにはしてはいます。 ネットから直接お申し込みいただくといいうことにははしてはいますだから、まあ、あの初めての方お目にかかったことがない方で、まあ、おととい昨日おとといもご依頼いただいたんですけども初めてお目にかかるんですよね初めてお目にかかる方からそのお申し込みいただいてで自動返信メールで決済のリンクなり、まあ、あの個別コンサルティングの場合は日程,調日程を確定してメールをこちらから お送りするんですけども、まあ、そうして今決済していただいて、お振り込みなりカード決済していただいてっていう流れで今仕事をしていますで。その前に商談っていうのはしてないんですよね。じゃあ何か、じゃあ今度打ち合わせをしましょうとか、今度伺いますとか、今度お目にかかりましょうみたいなことは私はやっていないです。それが無料、その部分は無料にしてないと。まあ、その代わり、その有料で 初めての方からもご依頼いただけるようなその判断材料というのは一応出してるつもりです、まあ、こんな感じですよと <laughs> こんな感じでもよかったらみたいな感じで出していますだからそこを考えると無料 YouTube やブログメルマガっていうのは無料なんだけどもそこの大きな時間を削って削ることができていると無くすことができていると商談の時間をなくすことができているということで、で 少なからずその商談をして、その <laughs> ハートが強い方、営業マンとか、それこそ保険とか不動,が不動産の営業マンの方なんかは、ハートが強いので、じゃあ断られたら、はい、次って感じで切り替えられるかもしれませんけども、少なからずちょっと気になりますよね。もやもやとしますよね。だからそれもやっぱり非効率ではあるので、もう直接ご依頼いただいて、まず決め,決めていただいたらご依頼いただくみたいな形にさせていただいてます。 無料ってお金がかからないっていうことでお金がかからないからいいやでやっていると時間を失ってしまうんで効率化を考える上でちょっと無料との付き合い方と言いいますか無料との接し方っていうのはやっぱり重々考えておかれた方がいいんではないかなと思いますですので、まあ、ご自身の中で、まあ、今度無料っていうのがあったと。 に受け取る場合も提供する場合もこれやっていいのかなっていうのをちょっと考えてみていただくといいかなと思います。で無料で提供するものも、もう例えばなんですけど今度こういう仕事をお願いしたいとでつきましては1時間ほど打ち合わせをしたいという時にもメールで済むんだったらメールで済ましてした方がいいかなと思います。双方にとってですね。い別にその一時間わざわざ打ち合わせしなくてもいいよねみたいなところ。 思いますんで、あのそういうところもちょっとずつ削っていくということで、まあ、効率化っていうのを成し得ていくんじゃないかなと思います。まあ、是非日々の無料を見直してみていただければなと思います。では、今日はこれで終わらせていただきます。うん、ありがとうございました。